すごい味がバラバラにならない。はい、こちらプルンプルンのチャーシューでございます。うわ、すごいな、これエロい、エロすぎる今日は高山ラーメンさんに作ってもらいましたとりあえず早く食べてくれということなので、ちょっといただきますね。うわ、ちょっと待って、これうわ、うん、うわ、これね、最初こっちで聞いた時にちょっとね味が濃いなと思ったんですよ。この脂身と合わさったらグッと、めっちゃ美味しい。うん、あ、このタレいいっすね。上からかかってる、ちょっとこのタレいっぱいつけて、うん、うん、いいです。最高、やばいっす。はぁ、じゃあもやしとこのナムルやね、ナムルをこうやってこうやってネギも挟んで、これでいただこう。負けちゃう、負けちゃう、たっぷりたっぷり。うん、これめちゃめちゃ美味しいっすよお気に入り。え、いや、っていうかね、最初ちょっと味濃いなと思ったけど、めっちゃちょうど最高お気に入り。このまたうまっ酒進んでしゃあないんですけど、チャーシューにまたぶっといの食べる、デベやからね、キムチね。これがあのコウさんのおすすめの食べ方らしいです。これを乗っけて、巻いて食べるって言ってたんですけど、巻けないんでこのままいきますね。はい、すごい、なになに、味がバラバラにならない、一体感があります。うん、キムチが僕浮くと思ったんですよ。うん、キムチを包み込むこのプルンプルンのこの油ちゃんが、で、このタレがまたうめえよ。ごまけ？どんな味？タレは？ちょっと酸味のある、うん、うん、感じの酸味があって、ちょっと甘辛いっていう感じだね。そうですね、まあ豚バラなんで喧嘩しないようにさっぱりと食べてもらいながら、うん、すごい美味しい、はい、ほんまに美味しい本音が出たね、ほんまに美味しい、ほんまに美味しい、いただきます、はい。
ネギたっぷりのとこ。あらららら、九条ネギ。うん、めっちゃ美味しい。柔らかいし。柔らかいよね。このタレ、何このタレ。さっぱりしとって食べやすいでしょ。うん。とキムチと言ってみ、キムチと。うん。先お酒追加するわ。お、何ですか今日は。山崎。ああ。コウさんにいただいたんです。コウさん隠れないで、隠れないで、こっち来てくださいよ。こっち来てください。めっちゃ合うわ。キムチ包んで、はい、これがほんま美味しかった。これ入る？頑張れ。いただきます。うん。しゃべれない。うん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 。なになになに。聞いてくださいよ、せっかくなんで。あとですね、はい、この焼き豚セット芝だけ食べやがってって思ってるかもしれませんけど、実はですね、じゃじゃじゃん、これ何やと思います？僕よく弁当シリーズでこの袋見せるでしょ。じゃじゃじゃーん、また入ってないねん。これ好きですね、入ってない系。入ってます。収まらない系好きですね。全然止まってる。止まってる。止まってる。これがですね、この今日食べた焼き豚セットです。開けるよ。びっくりするよ。わあ、じらすね。あら、またじらすね。じらすね。じゃーん。これでいくらですか？箱入れて950円です。950円のこの最強のあて。ほんでこのね、タレをかけると、はい、ちょっとこっちから見たらチャーシューしか映ってないんですけど。マジっすか、マジっすか。量が多すぎて。マジっすか。ここにもやしもしっかりあって、キムチもあってね。キムチです。うん。で、このタレをかけると。あ、この中にネギちゃんと入ってるんですよ。あ、もちろん九条ネギ 100% 実はそのこれかけるの難しいですね。いや、やめてよ。だ、あ、美味しいタレが。まあ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 、こんな感じですよね。じゃあ同じものですけど、こっちも食べてみる。どうぞ。じゃあ僕どこ行くか。やっぱここやな。ここやな、僕は。うわ。いや、ほぼほぼネギ持っていったな。ね。いただきます。うん。おいしい。おいしい。お弁当でも味は変わらず。うん。美味しい。 これだって、こんだけあって950円、安くね？そうだよね、これめっちゃ分厚いもんな。ね、最高やん、これ本当に。何それ。ここのクズみたいなとこ、僕実は好きやん。好きなの。うん、美味しいっす。ありがとうございます。これね、Uber Eats ではまだ頼めないですね。そうですね、大阪市内の予定なんで、まだちょっと分かんないです。でも電話してね、行ったら電話せんでもいいんですね。うん、まあまあまあ、まあ、お店に行って焼き豚セットくれ言うたら、これ焼き豚盛り合わせです。あ、焼き豚盛り合わせ。いつでも嘘つくわ、僕。適当に名前つけるから。名前つく。この前僕、唐揚げ弁当と言って、唐揚げ弁当というメニューないバンバン電話かってくるじゃない。そしたら唐揚げ弁当できますか。そんなないしって。唐揚げ定食ですよね。いつもいないです。いつもいないです。まあでもありがとうございます。焼き豚セット、超美味しいんじゃん。あ、そう、焼き豚盛り合わせ。ひどい。多いね、僕こういうの多い。あ、最近なんかどこも行かれへんし、うまいもん食いたいなって言ってたら、お父さんがちょうど、それだったらもう僕悪質だって言って、家行って作ってあげますよって言ってくれた。まあ、柴田さんに美味しいもん食ってもらいたいと思って。いや、ほんま美味しい。ていうか、これは多分みんな知った方がいいと思う。超美味しい。超美味しい、本当に美味しい。うん、チャーシュー舐めてたね。うん、うちラーメン屋さんなんで。まだラーメン紹介せえへんって。父さんラーメン、ラーメン紹介したことないかもしれん。いつになったらラーメン紹介してくれんねんって。ということで皆さん、ぜひともまた住所とか概要欄に貼っとくんで、はい、ぜひともね、行ってラーメン屋さんやのに焼き豚だけ売ってるお店にしましょう。お弁当もあるんで。お弁当は唐揚げ定食のお持ち帰り。もうできます。の中華定食のもできます。できると。肉定食もできます。はい。おいくらなんですか？唐揚げ定食は店で食べていただくと900円です。で、お持ち帰りになると、あんぱ箱代、まあごめんなさいね。これフルオーダーで使わせてもらってるんで、箱代が
かかるんで、ご飯つけてちょうど1000円になります。はい、中華定食は、まあ豚つけてもらうと1100円になります。1100円。はい、なるほど。あともう一個ありますよね、肉定食は唐揚げ定食と一緒で同じ、ちょうど1000円になります。はい、箱だが必要なので、一番得なのは唐揚げらしいです。また飲んでるわ、また飲んでるわ。ボリュームが、あーボリュームが確かにあれ、まあ、確かに ね、もうぜひ食べてもらいたいというのも、唐揚げ定食はぜひ食べていただけたらありがたいですね。はい、火つけた人が隣にいてるんで。いや、ほんまにもっと火つけてくれたら。めっちゃ食べるの普通。そうやで。ちょっと待ってや、しゃべってる間にめっちゃ食べてるやん。それ私のために作ってくれたんやで。いやいやいや、大丈夫大丈夫です、安心してください。ここにコウさんの焼き豚お弁当があるんで、これみんなで続こう。弁当ちゃうっちゅうね、これ。盛り合わせです。盛り合わせ、はい、盛り合わせです。はい、盛り合わせです。うまい。やっぱプロはちゃうな。プロはちゃうな。美味しい。まあ、うちのコンセプトは、毎日食べて飽きない。ほうほうほう。毎日食べてもらえるっていう料理は作りたいんで。なるほど。はい、ちょっとネギちょうだい、ネギ。ネギめっちゃめっちゃ一生懸命話してくれとってんけど、いやもう、ね、ネギ欲しい、ネギ欲しいって頭いっぱいあった。ごめん、私山崎ちょうだい。何やねん、まあ、どいつもこいつもお前真剣に喋ってくれてるのお前。それはしません。